旧統一教会世界平和統一家庭連合はきょう会見を開き、元信者などへの補償の原資として、最大100億円を国に預ける案を示しました。司法での結論が下されるまで、供託金を準備させていただき、国に供託することを役員会で決定いたしました。 旧統一協会をめぐっては、財産を海外に移転するのではとの懸念から、教団の財産保全が国会で議論されています。田中会長は、解散命令の裁判が確定するまでは、資金を海外に移転することは考えていないと述べ、60億円から100億円を供託金として国に預ける案を提案し、受け入れのための制度づくりを国に求めるとしました。 松野官房長官は会見で供託が認められるか否かは具体の事実に即して法令に沿って判断されると述べました。